人間はですね、長い研究で、利己と利他という関係を次第に明らかにしております。このブログではですね、利己と利他の関係っていうのを、かなり何回もやっております。つまり利己には2つあってですね、自分を良くしようとする利己とですね、他人に、良くしようと思うのが反射してきて利己になるという、したがって利己イコール利他という、それが長い動物学の研究、植物学の研究、それから人間の哲学なんかの研究の結論であると、いうことを、お話ししているわけであります。学問がこの利己と利他がイコールであるということを完全に証明するにはですね、まだ100年か200年を要すると思いますが、したがって現在ではですね、利己的とか利他的っていうのがあってですね、利己的っていうのはわがままっていう感じなんですね、利他的っていうのは奉仕的っていう感じなんですけども、利己イコール利他であるという概念がはっきりと学問的に証明されれば、私はですね、この人間社会っていうのは相当進歩すると思います。ここのブログで再々言っておりますように、自分というのは自分一人で生きれるものではない、これはもう長い、動物植物の歴史の中でですね、非常にはっきりしているわけです。非常に具体的に言えば、人間以外のメスの寿命というのは、生理が終わった時に、閉経した時に終わると。それはなぜかといったら、その群れに貢献できないからということですね。それから、オスの寿命ははぐれた時、つまり、ボス争いに負けた時に終わる。それはなぜかといったら、もう子供を産むチャンスがない、つまり群れに貢献できないからであります。常に、動物とか植物は、群れに貢献することをもってその生命力を獲得するわけですね。したがって群れに貢献できなくなった時に生命力を失い、魂が抜かれるというか、それによって死に至るわけですね。ですから我々が今生きているというのはですね、私の言い方で言えば50歳までは子供を産み、子供を育てること、産むのは女性ですけども、精子は男性が提供し、それから男性が主に働いて育児をする女性を、に快適な生活を、もたらすという、これはもう男女同権と全く関係がない、男と女が共同してやる作業であります。しかし50歳以上100歳までの人生ですね、この人生はそういう生物学的な人生ではなく、人間だけに最近、ごく最近に与えられた人生であります。この人生は子供を産み育てるという点で群れに貢献するということができないので、したがって全然別の生物学的ではない人間的、もしくは観念的人生というものが必要である。そこで一番大切なのは利他という心であって、50歳から100歳までの人間というのはですね、自分で頭で考えて利他行動をしないとですね、生きていくことができないと私は思うわけであります。ところでこの長い学問と哲学的な考察で到達した人間における利他と利己の関係というのを、2000年前にわずか30歳の青年が非常にはっきりとした形で示している。それがイエス・キリストが説かれる愛であると思うんですね。愛というのは言ってみれば無限の愛、他人を無限に愛する愛ですね。かつてイエス・キリストがご存命の時にはイエス・キリストの行動でもってそれは現れ、最近ではマリア・テレジアがですね、それを実践したわけですね。それはその本当にこう純粋な心からの愛でありますが、その愛というのは何かって言ったら、やっぱり無限の利他なんですね。無限の利他こそが利己になると。この関係をなぜわずか30歳のイエス・キリストが2000年前にお分かりになったかという点が非常に大きな問題であり、だからこそ人間であるか神様であるかは
もうほとんどわからないと、まあ、いうようなことで、もちろんキリスト教の方々はイエス・キリストが神様だと言い、キリスト教でない人はイエス・キリストは人間だけど偉い人だと、まあ、こういうふうにまあ分かれるわけですが、まあ、いずれにしても、まあ、それに近い方であったことは間違いないわけですね。それで、まあ、いろいろなその後のですね、イエス・キリストが天国に行った後の、キリスト教に関する書物もしくは文学、そういうのを読むとですね、イエス・キリストがはっきりとリタはリコであるということを、まあ、我々に教えているということになります。そうするとリコはリタであるという非常に難しいこと、それは私はですね、現在そのいろいろな動物植物の研究によって、分かり、まあ、その中には進化論もありいろいろなものがあって私はそういうふうに思ったわけですが、イエス・キリストはその30歳で、大工さんの息子で全く学校にも行ってないのにですね、私たちが延々2000年間考え研究した結果と同じというか、それを上回る真実に到達しているというのは、まあ、素晴らしいわけであります。ちょっとここで復元すれば、仏教の方もおられるでしょうから、仏教のお釈迦様はですね、まあ、その前段としてちょうど500年ぐらい違いますから、まあ、前段として、人間とはどういうものか、人間の概念とはどういうものかと、まあ、いうものを明らかにされました。この500年前のお釈迦様はインドですから、まあ、それが現在のイスラエルというか中東の方のイエス・キリストに伝わったことは分かりませんが、おそらくいろんな影響で伝わってるんだと思うんですね。それから700年経って今度ムハンマド、マホメットが出てきますが、マホメットの教義はまあイエス・キリストの教義とかなり近いわけです。同じ宗教ですから。ですけども、やっぱりそれなりに宗教としては進歩していて、まあ中間管理職、坊様とか、それから牧師様がいないわけですから、中間管理職のいない宗教であり、かつ日常生活の中に容易に取り込める宗教であるという点、教えであるという点ではですね、やはりお釈迦様、それから、イエス・キリスト、ムハンマドっていう3人の偉人はですね、やはり一つの筋で貫かれているような気がいたします。まあ、極めて、まあ、人間であるか神様であるかはまあ人によって違うんですけど、非常に優れたお考えを持っていたってことは明らかであります。で、現代はですね、いろんな病気というか、まあ、社会の傷というか、そういうものが存在するわけですが、これは現代ばかりでなく過去にはもっとひどかったかもしれないんですね。過去は良かったとか昔は良かったっていうけど、決してそんなことなくて、戦争は多い、殺し合いは多い、不当な社会の支配は多い、女性は極めて虐げられている地域が多かった、まあ、そういうことを考えますとね、まあ現代が決して悪いというわけじゃないんですが、過去も現代も人間は愛というものの深さ、大きさ、影響の大きさというものに対しては錯覚をしていると、リタとリコは違うと思っていると。しかし私はですね、多くの人が、多くの日本人が思い切って、ものすごく思い切ってリコを捨ててリタに生きればですね、非常に大きな、まあ、メリットを得るというとまた言い方が悪くなるんですけども、まあ、そういうふうになるだろうと思うんですね。昨今のようにお金を儲けようと思って利己に走るという言い方、やり方がですね、おそらくは最も人間を不幸にするんだと思うんですね。まあ投資する、お金を投資するならやっぱり社会のため、自分が行動するなら他人のため、犠牲になるのも他人のため、家族のためというようなことに思い切ってですよ、非常に思い切らなきゃいけませんが、思い切って踏み込めばですね、それは、大きな人生の幸福を得られるだろう。それは学問でも示され、宗教でも示され、もちろん文学でも示されているわけで、この少なくともまず第一に我々の社会っていうのは、まあ、その段階に達するということが非常に重要じゃないかと思うところであります。